各地で再開発が進められているニューヨーク。中でも今、全米の注目を集めているのが、最先端技術の製造拠点として生まれ変わった工業地帯、ブルックリンネイビーヤードです。次世代のテクノロジーがここに集まるその訳を取材します。ブルックリンネイビーヤードはマンハッタン島の東、港のあるエリア。広さはおよそ 1.2 キロ平方メートル、東京ドーム26個分です。元はアメリカ海軍の造船拠点で、第二次世界大戦の戦艦もここで作られました。1970年にニューヨーク市の所有地となり工業地帯に。近年、大規模な再開発で最先端技術の開発・製造拠点に生まれ変わりました。今、国内外から視察が訪れるほど注目されています。おお、あ、すごい素敵、すごいモダンなインテリアですね。次世代のテクノロジーがここに集まる大きな理由の一つが、ニューラボと呼ばれるこの施設です。造船工場をリノベーションしたコワーキングスペースで、利用するには最先端技術を開発・使用しているスタートアップであることが必須条件。多数の申し込みがありますが、審査を通るのは 15% 以下だそうです。 NASA の火星探査機に使われている火星の岩石からサンプルを採取するロボットツールや、個人レベルで脳波や心電図が測定できる簡易キットの開発・製品化、豆をひいて本格的なエスプレッソやラテを作る自動カフェロボット、室内で野菜を栽培できる機器など、150の企業、760人以上の未来を担う起業家たちがここを利用しています。次世代テクノロジーが集まるコワーキングスペースならではの特徴の一つがこちらです。オフィスのエリアがあったと思ったら、すぐ隣がもう工場になってますね。オフィスだけではなく、製品の試作に必要な作業スペースがあり、製造機器も使えます。彼らが何を作っているかは企業秘密とのことでした。他にも今後事業を拡大していくために必要な資金集めや法律関連のサポートも無料で行っています。未来の輸送技術を開発するチームの一人、デボラさんもここに拠点を構えています。 At AirLove, we developed the world's first air-levitated hyperloop vehicle. So it would get you from Tokyo to Osaka in just 30 minutes. これはハイパーループと呼ばれる開発中の輸送システムです。空気抵抗を減らした専用のパイプの中を車両が高速で移動するというもの。将来は時速1000キロ以上を目指しています。デボラさんたちはハイパーループの車両を空気の力で浮かせて移動する世界初の技術を開発しました。速度や実用化は研究段階ですが、現在はこの技術で物を自動輸送する方法の開発に取り組んでいます。 Part of the community that makes it so great is other entrepreneurs who are very far on their journey and have launched multiple products in hardware, and meeting with these entrepreneurs and understanding how we could strategically work together is very beneficial, and that's an example of something that is great about being at New Lab. So we're not at manufacturing stage, but the Navy Yard itself is a great place for doing manufacturing and prototyping, so say for building a test track, this would be an ideal place to do it, and it's very surprising that New York would have this space to do this kinds of developments. この自動運転車もニューラボを利用する企業の一つです。今年8月から敷地を利用した運行を始めました。初めてです、乗ってみます。何も触ってない。うわ、あ、一時停止するかな。ストップサインですね。止まったちゃんと一時停止してますよ。すごい、で動き出してスムーズですね。ニューヨーク州では初の自動運転車の導入で、敷地内だけの走行です。通勤のほか、フェリーで訪れた一般の人も利用可能です。現在は運転サポートと技術者が乗り合わせていますが、近い将来、無人運転の走行を目指しています。
こうして新しい技術や才能がここで成長できるようにサポートしているのです。We believe that there is a new generation of manufacturers who are part technology company, part design company, and part hardware company. These companies need to locate where they can attract the top talent, the machine learning experts, the engineers, the artificial intelligence programmers. And there are only so many cities in the world where you can go and find that talent. So when you have a company that is drawing from the top talent, but then also has a physical product that needs to be manufactured, then we can get those other middle class jobs that we're after.最先端技術を担う企業家たちを応援すると同時に地元の雇用も拡大し、町が次世代テクノロジーとともに発展していく。それがこのエリアの大きな目標です。